アルバイトチャンネル。はい、アルバイトチャンネル上本です。アイロボの星野春です。アイロボレビューというチャンネルがあります。そちらの方もよかったらぜひチェックしてみてください。そして本日のゲストはパセラリゾーツでバイトをされていた星野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。パセラリゾーツっていうと僕はあのカラオケのイメージが強いんですけど、一番大きいのはカラオケです、はい、そのイメージは間違ってないです、はい、そのパセラリゾーツっていうビルがあってパセラリゾーツっていうカラオケがあるんで、はいはいはい、それは一番有名になります、はい、例えば自分のいたテナントだと1階はカフェ、2階はステーキのレストラン、はい、3階はウェディングの会場と、厨房、4、5、6階でカラオケ、はい、7階でダーツ&ビリヤードバーでした。すごいっす。そんないっぱい入ってて、それはちなみにどっかでバイトするっていうのは分かれるんですか？分かれますね、基本的には。ああ、なるほど。じゃあ例えばそのダーツでバイトしてる人がカラオケでバイトすることとかっていうのはない？人が足りないとかそういう時はヘルプで入る時はあります、はいはい、自分も2階で働いステーキレストランで働いてて7階のお酒のところが足りないから行ってきてって言われることはたまにありましたし。なるほどですね。じゃあ基本星野さんはその2階のステーキレストランに軸を置きつつ、たまに同ビル内でヘルプがあったってことなんですね。そうですね、はい。パセラのステーキレストラン、それは他のバイトと時給とかは全部一緒なんですか？パセラは一律で同じだと思います。あ、そうなんですね。いくらでした？これは3年前ぐらいの話なので、ちょっと今の最低時給とは違いますけど、日勤で1000円、夜勤で、それの2割増し、まあ、1200円ですか。はいはいはい。なんかパセラのステーキレストランって、業務内容何があったんですか？基本ホールですか？基本ホールです。はいはいはい。まあ、自分2階にいたので、3階に厨房があるんですよ。はいはい。オーダーを2階で取るじゃないですか。それをボスなりなんなりで3階に飛ばして、3階で作られたものが料理専用のエレベーターで2階に降りてきます。うん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 、それを、お客様に出していくっていうのが主な仕事でした。なるほど。まあ、パセラグループって比較的単価が高めというか、まあ、カラオケにしろ何にしろいいサービスじゃないですか、はい、そういう意味ではそのステーキレストランもサービスが良かったりとか研修がしっかりしてたりみたいなのってあったんですか？研修はあんまり求めない方がいいかもしれないです。アルバイトの面接を終えて、じゃあ入社してもらうよってなった時に、単価もすごい高いからあなたのできる限りのサービスをしてくれっていうのは当時の店長には言われてました。なるほど。精一杯の敬意を払って、まあ、丁寧に接してねみたいな。そうですね。アルバイトに結構任されてはいたんですけども、そのあなたがお客様を喜ばせるためにやろうとしていることは私たちは止めないからっていうのは言われてましたね。それはどういうことですか？なんかできるんですか、バイトが？例えば2時3時ぐらいにカップルのお客様が、はい、あの予約もなしに訪れて、はい、自分が、あ、素敵なカップルだなって思うことがあればサプライズでそのケーキ出してくれませんかって厨房の人と自分のフロアの店長に言って、まあ、ほとんど止められることはないので、これに関しては、はいはいはい、それはサプライズで出したりとかもしますし、もちろんお金はかかります。すごい、いい話。それはバイトの権限でやっていいんですね。全然あの許されることですね。許されないギリギリのラインとかじゃないです。もう全然もう当たり前のとこです。へえ。他よりもいいサービスを提供するっていう意味で、そのバイト一人一人にも権限を渡して喜ばせるためのお客さんのためになることをやっていきましょうねみたいなのが会社としてあったってことなんですね。まあ、当事者意識はバイトは結構みんな持ってたんじゃないですかね。それは別に星野さんが特別そういうことをやってたってわけじゃなくて、結構他のバイトの方もやってたんですか？アルバイトも楽しく、お客様も楽しく一緒に時間を過ごそうみたいなノリの人が多かったので、楽しくするためにはやっぱりそういうお客さんを喜ばせる方が楽しいじゃないですか。なるほど。これ以外にもやってる人は全然いましたし、一緒に働いてたウェイターのネパール人も最初たどたどしい日本語で ご注文なんですかみたいな感じで聞くんですけど、持ってった時にこちらなんとかステーキです、すげえな流暢になるんですね。そういうサプライズとかもやって、なるほど、はいはいはい、楽しいんですよ、もともとが。みんながなんかそうエンターテインメント性を持って働いてるってことなんですね。めちゃめちゃ楽しいです。なんかちょっと今のところ綺麗な話しか出てきてないですけどなんか辛い話とかマイナスの話はないんですか？まあ、単価が高いので、はいはいはい、ほぼミスは許されないと思った方がいいかもしれません。なるほどですね。特にコース料理は絶対にミスは許されないですし、クリスマスとかやっぱりコース料理の予約だけで店埋まるんですよ。はい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 。そこはもう死ぬほど忙しいですし、なるほど、あの今あの宅どこまで出したっけっていうのを全部管理してる人がいるんですけど、はいはい、それを管理してる人がいてもバイト一人一人が全体を見渡せてないとついていけないです。コース系のレストランならではのしんどさかもしれないですね。そうですね。単品系だったらオーダー入ってそのまま出しに行けばいいですけどね。ちなみにそのパセラのステーキハウスの採用っていうのは
そこに応募したんですか、それともそのテナントに応募したらそこに配属になったんですか。テナントに最初応募して、自分は当時バーテンダーをやりたいと思って、はいはいはい、あのビリヤード&ダーツバーのところに志望してたんですけど、当時未成年だったんで、うんうんうん、あのバーテンダーできないって言われて、どこがいいって言われたんで、まあ、何でもいいですって言ったら、じゃあ2回ねっていう形になりました、はい、そういう形なんですね。じゃあパセラグループというか、あのビルに応募するっていう流れが一般的な流れ。一般的です。シャワリとかってあるんですか。そんないろんな複合施設あったら、シャワリがあったら結構遊ぶじゃないですか。これは言っていいのか分かんないですけど、めちゃめちゃあります。例えば自分が働いているテナントは、自分が遊びに行ったら全部5割引きでした。え、半額？はい。え、それダーツもカラオケも。ダーツに関してはもはや筐体開けて全部オールクレジット。でもタダみたいなもんじゃないですか。全部タダでした。そのもともとバーテンダーとかの人たちとすごい仲良かったし、はいはい、そういう交友関係があってからこそ、まあ、できてた話ではあるんですけど。なるほど。それは福利厚生の一環として全部半額になるわけではない。半額はなります。半額は福利厚生の一環で、ただは交友関係の一環だった、はい、でも半額ってすごいですね。しかも出勤日以外も OK なの。全然 OK です。それは自分のテナントの話なんですけど、はい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 、自分がパセラで働いてるっていうことを証明できれば、他のテナントの場合は2割引きです。それ証明ってどうやるんですか。名札とか。あ、持ってって働いてますって言ったら2割引き。2割引きになります。超いいですね。あの会社は本当にアルバイトに対してすごい裁量と敬意があるかなって思います。すごい。ちなみになんですけど、バリアンは安くなりますか。バリアンは安くなります。社員だったらというかバイトだったら。バリアンの場合はちょっと特殊で、事前にバリアン使いたいですっていうのを店長に言うんです。店長の名刺もらって、はい、裏になんか一筆添えてくれて、これどこのバリアンで出しても2か3割引きでしたね。金同士はダメです。なるほど。じゃあそんなに満室にならそうな時を狙って、店長の名刺を持って行って一筆書いてもらえば3割引きと。フラットを持ち帰りには使えないってことですね。そうですね。なるほど。なんで女子会とかでこう使う分には使えるかもってことになってますか。僕に振らないでほしい。基本良かったことが多いバイトですね。本当に悪いところはなかったですし、うんうんうん、12月31日に働いてたんですけど、シャンパンタワーやって従業員みんなで酒飲みながらお客さんと交流するっていうこととかやりました。楽しそう。めっちゃ楽しかったです。まあそれもあれなんですよね、そのお客さんも楽しいし従業員も楽しいみたいなのを突き詰めていったら、そういうイベントがあった方が楽しいよねみたいになった結果ってことなんですよね。そうですね。なるほど。楽しそう。いいバイトですね。なんかそういう意味でいくといろんな出会いがあったんじゃないですか。出会いは結構あったと思いますね。お客さんとも従業員とも出会いがあったバイト。従業員はなかったです。その自分が夜勤だったので。ああそうなんですね。女の子が基本的になかったです、はいはいはい、じゃあお客さんとの出会いが結構多かったってことですか。多かったですね。珍しいですね。でもそれも働いてる場所が夜の街っていうのもあって、うんうんうん、その一通り仕事を終えた、まあ、キャバクラのお姉さんとかがちょっと寄っていくっていうのもあるんですよ、はいはい、そういうところで美味しい思いは何回かしましたね。それはまたちょっと深掘りしたいもので、ね、あまり触れずにはおりますがそういう良さもあったんですね。そうですね。なるほど。トータル聞いててまあいいバイトなのかなって思うんですけど、おすすめするのは100点満点何点ですか。これ以上ないなって思うので100です。やっぱそうなんだ。そうですよね。なんか辛いことありましたかって聞いたらそんな出てこなかったですもんね。そうですね。シフトを出す時とかに半月ごとにシフト出すんですよ。15日間のシフト出すんですけど、はい、別にいつ入れられても面白いし楽しいからオールフリーって書いたら15連勤になったりとかしました。そんだけシフトに裁量を持たせてくれるってことは合ってます。その人が足りなすぎて15連勤させられたのか、2、3勤とか5勤とかでもいいけど、なんかオールフリーって書いてあるから15入れてやれみたいな感じだったのかでいうと、こいつ金が欲しいんだなっていう認識で、はいはいはい、まあ、金欲しいのって言われて欲しいっすって言ったら、じゃあ15ねみたいな感じなんで、はいはいはい、全然強制ではないです。なるほど。じゃあ絞ろうと思えば絞れるんですよね。テスト期間とかは本当に2週間に1回でごめんなさいって言えば、あ、大丈夫大丈夫。そこも融通が効くってことなんですね。結構融通効きましたね。当時すごいいいバイトですね。未だにたまに帰りたくなる。なるほど。そこまでいい思い出のバイトっていうのもなかなか少ないと思うので、我々もいい話を聞かせてもらったなと思っております。今回はですね、ハセラリゾートで、バイトされていた星野屋さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アルバイトチャンネルでは視聴者皆さんにアルバイト辞典をプレゼントしています。バイト探しに役立つ情報が盛りだくさん。またアルバイトチャンネルの出演者も募集しています。詳しくは概要欄をチェック。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またね。
皆様、こんなにも働いている方々が楽しく、そしてたくさんのおもてなしをしてくださる、そんな素晴らしいパセラリゾーツ、まだ行ったことない方、何度も何度も行ってるなという方、この機会にぜひまた皆さん遊びに行ってみてください。